やっぱりかって思ったこと、最近何かありましたか？はい、こんばんは。小室由里の夜サプリ。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組。今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室由里です。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し所八雲庵、琉球食経、名古屋のセラピスト柚月、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。マジか。私、前髪をね、作ろうと思ったんです。いつも東京でお世話になっているメディカルクリニックヘアサロンロナロナの毛髪診断士のマッキーさんにお願いをして、前髪作ってってお願いしたら、前髪は50代を迎えるあなたには可愛くなりすぎちゃうから、ちょっと長めにかっこよくしたっていう、前髪作ったのかどうかわからないぐらいの前髪が今できております。こちらの様子は YouTube でも発信していきますので、どうぞご期待ください。前髪ね、50代を目の前にしてもう一回作ってみようかなって思ったんですけど、おぼこくなるはい、今週はおぼこい小室由里とお付き合いください。お願いします。それでは早速今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、サプリなお客様。今週は沼津にあります社交ダンスのスタジオ、ダンスダボグランツから代表でいらっしゃいます大村隆さんが来てくださいました。社交ダンスと恋愛、実は親密な関係があるんですよ。後半コーナー、女風サプリ、名古屋のセラピストゆずきさんがご担当してくださいます。一回は女風セラピストやってみたいなって思うのが男性の差がなのかもしれませんが、今週のテーマ、セラピストの大変なこと。楽ばっかじゃない、楽しいばっかじゃないですよね。その通りです。そして DMM オンラインサロンほか、サブスクリプションが好評です。占い癒し所八雲庵オーナー萩原八雲先生の週末の占いサプリは、お彼岸ですね。テーマ、お彼岸です。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生のお悩み相談を送ってください。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から、毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信をお願いします。たくさんの応援メッセージお待ちしております。サプリなお客様。今週のサプリなお客様、素敵なゲストが来てくださっております。ダンスラボグランツ代表の大村隆さんです。大村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大村さん、今日はどちらにいらっしゃるんですか？今日はですね、静岡県の沼津市に、はい、自分の、スタジオが、はい、ダンスラボグランツといいまして、昨年の6月にオープンをしました。はい、社交ダンスを教えながら楽しめるスペースということで、実はこのモデルケースになったのが中、はい、大和市になるんですかね、中央林間の、はい、ダンススペースジョイというところで、僕が、月に数回ほど、お邪魔しているところをモデルにして作らせていたところが、
ジョイさんで大村さんが毎週金曜日、はい、レッスンをされている、はいしています。しているし、社交ダンスを踊る場所として楽しんでいただけるっていう場所として、うん12時半から、4時20分まで、はい、夕方の4時20分ですねまで、入場料を払っていただければ、うん、僕の他にプロの先生であったりとか、まあ、学生さんであったりとかいろんな方がだいたい女性のお客様20人から30人くらいをお相手をしているっていう場所が中央林間にあるんですね。FM 大和を聞きの、ね、大和市民の皆様にぜひ今度お会いしに行けたらなって思っております。社交ダンスって、はい、いろいろなこう所作があって、はい、この所作が実は恋愛と通ずるところもありますよねなんていうお話も。社交ダンスって異性と踊るので、はいうん、男性と女性がコミュニケーションをして、うん、音楽に合わせて踊る、うん、これほぼ同業じゃないですかって言ってグイグイ行かせてもらった思い出があるんですけどでその時におっしゃっててすごいこう印象深かったのが、はい、手のつなぎ方、はい、一つでその人柄が分かるっていうのがものすごく印象的だったんですよ。はい、うん、例えば僕は女性を相手にするのでまあ、どういう方がいらっしゃるかって言ったら、はいまあ、自分が踊りたい自分が気持ちよくなりたいっていう方とかなんかは手を結構強く使われる方が多いかな、うん、これって手をつないだ時ってなんか小室さんにもお聞きしたんですけど、まあ、人が握手をした時であったりとか、はいまあ、最初のスキンシップですよね、うん、なんか人とコミュニケーションする上でそこでなんかファーストコンタクトって結構人に与える印象って大きいなってプロになってすごく思うようになりまして、うん、でそれこそまあ今大人な番組なので、はいまあ、そのぶっちゃけて言わせていただきますと、まあ、生徒さんとお食事に行かせてもらった時に、はい、まあなんか社交ダンスってセックスと似てるわよね、っていう話をしたことが実はありまして、うんうん、例えば女性だけが気持ちよくなってもダメなのよね。で、うん、男性が、指示をして女性をこういう風に踊らせたい踊らせたい踊らせたいこうやってたらかっこいいだろうってさせても、うん、なんかお互い気持ちよくないよね、うん、それっていわゆるセックスと一緒だよね。だからダンスがやっぱり気を使えて上手な方ってセックスうまいんじゃないっていう話になったことがお互いが気を使いながら気持ちいいところに導くっていうのはある意味その気遣いっていう部分ではセックスと一緒なんじゃないって言われてすごい衝撃を受けたんですよね。はい、あんまり10歳からやってるダンスをセックスとつなげたことがなかったのでそれちなみにおいくつぐらいの時にその話を聞いたんですか。その絵の出会いがあったのが2000コロナ中だったと思います。あ、じゃあ十分大人になってからのお話で大人になってからの話なの で、うん、でそういう意味ではその男女のコミュニケーション、あ、うん、そういうふうに考えて踊ってみると面白いかもしれないっていうふうにちょっと、うん、レッスン中にはそんな話は したことないですよ。はいはい、セックスと一緒ですからねとかっていうレッスンはしたことはないですけれど、はい、実は近いんじゃない、この番組だから言えてますよ。どんどん言ってください大丈夫ですよ。あ、でもこの間あの番組出たんですよね、ゲストで、はい、サンデーナイトドリーミーサンデーナイトドリーミー出ました。ね、りょうさんとも僕踊ったんですよ。アロマ男性同士で、はい、男性同士で僕がちょっと女性の心を持って踊らせていただきました。その時にりょうさんは、はい、DJ りょうさんはどんなご感想をいただいてたんですか。いや、もう一人そのダンススペース上位の、オーナーの西村陽子さんという方がいらっしゃるんですけど、その方とも踊ってた時だとやっぱり女性がすごい近い、まあ、顔1個分ぐらいですよね。うん、妻の背中もあまり触ったことないのに
なんか背中を触るっていうのがすごくドキドキしました。でもなんかいい刺激でしたっていう、あ、背中触ったらセクハラになるかもとかっていう怖さが多分男性ってどうしてもあるのかな、うん、そうすると、あの僕と踊った時も確かにそうだったんですけど、触るっていうのがちょっとなんかこうためらいながら、うん、なんかあの触られてたなと。でもすごい優しくあの導いてくださったので、なんかセンスあるじゃないですかっていう話はしてました。背中に手を回される時っていろいろなシチュエーションがある中でも、はい、ブラのラインが触られたら恥ずかしいとかドキッとするっていう気持ちは私は感じるかもしれないなって今話聞いてて、はい、うん、左側の、ブラの紐は確実に触らざるを得ないですはい、もうあの10歳からやってるのでもうだいぶ慣れちゃいました、はい、慣れたので普通に触ってますが、でもブラは触ります、はいただなんかその触り方も、うん、なんかそれぞれなのかなって僕は思ってます、はあ、なんかそれこそもうこういうものだよって触られた時ってあんまりこう、うん、なんていうんだろう、性的なあーいやっていうのってあんまりされたこと実はなくて、うんうんうん、なんか逆に触ったらまずいな、どうしようかなって触るか触らないかギリギリのところって女性を不快にさせてしまう、うん、そうですね、逆に意識してるからこそそういう手の動きになるのかなって勝手に思っちゃうかも、はい、触る理由っていうのが明確、はい、でそれも女性も納得して合意をしてると不快感にはならないのかもしれないけど、やっぱどちらにしても中途半端が一番まずい、まずいですね、うん、でもうそれをちょっとさらに掘り下げていくと、まあ、社交ダンスってその手を回すっていうのも、まあ、ヨーロッパの貴族階級の方たちが広めた踊りなので、はい、ヨーロッパの人たちって要はそのハグなんですよね元は。うーん、ハグから派生して体を音楽に合わせて揺らしてますよから来てるんですよね、うん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 、でも日本のハグとヨーロッパのハグって違いますよね、うん、どう違うんですか。ハグって挨拶じゃないですか。あ、そうですね、ヨーロッパの方たちって、はい、ほっぺでチュッチュッってやるときって、うん、ちゃんとハグをしてチュッチュッってするじゃないですか。長い国だとね4回ぐらいこうチュッ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 ってやったりするところもありますからね。やって、うん、なんだったらあの鼻をくっつける文化があるところであったりとか、でもその時にもちゃんと手を添えるんですよね。うーん、あの背中に手を添えて、あ、今日は来てくれてありがとうみたいな形で、うん、あのされたりとかってする時の挨拶で、やっぱり向こうのヨーロッパの方たちって慣れてるんですよね、うん、だからなんかもうそういうなんかこう、あ、触ったらどうしよう、あっていうのもなく触っていける環境っていうのはある意味、うん、なんかやっぱ日本と違うのかなっていうのは感じたことがあります。で、その社交ダンスっていうコミュニケーションツールって言っていいんですかね、ちょっとわからないんですけど、この社交ダンスを通したコミュニケーションを続けていくことで、はい、こう他者への心の距離感と体の距離感の取り方っていうのが上手になっていく、そんなチャンスも生まれてくるんですかね。そうですね、逆にあの近い関係であればあるので、うんうん、まあ、あの動かし方であったりとかは本当に近い関係になっていくんじゃないかなと思います。社交ダンスっていうのがリスナーさんの恋と愛に役立つ、実は一つのツールになる、そんなきっかけもあるんだよっていうのは今日聞いていただいたリスナーさんには伝わってるんじゃないかなと思います。伝わっていただけるとありがたいです。さて、まだまだお話を聞きたいところなんですけれども、はい、そろそろ時間がやってまいりました。このお話の続きは、そうなんです。もう時間なんです。なので、もう時間なんですね。このお話の続きは、来週に持ち越したいと思います。2週出てもいいんですか？そういうことでよろしいでしょうか？大丈夫です。2週続けて出てもいいんでしょうか？よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ということで、このお話の続き、もっともっと深いところに攻めていきたいと思います。
今週のサプリなお客様、ダンスラボグランツ代表の大村隆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押したり構造とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時からFM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月3週目は女風サプリ、名古屋のセラピストゆずきさんご担当です。今月は女風セラピストの大変なこと。女風セラピストを一回はなってみたいなと思っていたそこのあなた必聴ですよ。それではゆずきさん、よろしくお願いします。女風サプリ、名古屋の女風セラピストのゆずきです。今週のテーマは女風のお仕事をする上で大変だったことについてお話ししたいと思います。僕が感じているのは、一番は SNS の更新ですね。セラピストはマストでやるものなんですけれど、写真や文章で、投稿するんですが、普段自撮りをしないので、新しい写真を撮るときとか構図を考えながら撮るのに結構苦労したりしました。編集も自分でやるので、常にクオリティを意識して写真を撮るように気をつけていますね。文章を書くのが好きなんですけれど、まめに更新をすることがやっぱり多くのお客様に見てもらうためには大切なことなので、更新を習慣づけるまでは結構苦労しました。自分のブランディングっていうところにも、何回かつまずいた時はありましたね。僕がもともとパティシエなのもあって、例えば僕だとこうお菓子と絡めて、一緒に甘い時間を過ごしましょうみたいな感じでやらせてもらってるんですけれど、うまいこと SNS で自分のイメージを伝えられないとやっぱり興味を持ってもらえないっていうところもあると思うので、まあ、少し夢のないお話ですけれど、自分の見せ方というところを結構考えるのは、それこそ初めての経験だったので大変だなと思いました。男性の皆さんそうだと思うんですけれど、普通に昼食をしてきた中で今まで経験したことのない作業をすることが多いなっていうふうに感じたので、こうエステの、マッサージを覚えたりするのももちろんなんですけど、そういうところはやっぱりセラピストに挑戦するよっていう人は最初は戸惑うかもしれないですね。あとはやっぱり
いろんなお客様が利用されるので、その人の一番喜ぶことは何だろう、何したら喜んでくれるかなっていうのはいつも考えます。この人はこうっていうふうに決まった答えがないので、これでよかったかなって、不安になることもありますけれど、一人一人のお客様と向き合ってっていうところがやりがいでもあり、まあ、それは自分の引き出しが今後増えていけばよりたくさんの人に満足してもらえるようになるんじゃないかなと思ってます。前にもお話ししたと思うんですが、やっぱりキャストの入れ替わりも激しい業界ですので、一番大変なのは女風のセラピスト活動を継続することかもしれないですね。はい、というところで今週はここまでです。ゆずきでした。セルフブランディングって本当に大変ですよね。特に SNS でのセルフブランディングは、自分が発信したことで自分に興味を持ってくださるお客様が全て変わっていく。私もこれ経験があります。なので私も気をつけてますし、ゆずきさんも女性のお客様にいかに喜んでもらえる人間であるかというところの発信はとてもご苦労されているんだなと理解することができました。ゆずきさん、ありがとうございました。ゆずきさんへのお問い合わせはインターネット検索、名古屋ゆずき、名古屋ゆずきでお願いいたします。旧ツイッター X でも情報発信しています。踊れ踊れ私の占いサブリ、 DMM オンラインサロンやその他サブスクリプションが大好評です。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も12星座で占っていきます。春のお彼岸テーマですよ。それではセクシーに参ります。お羊座、春分の日のデートはお墓参りだけなの？ロマンスのかけらもないけれど、うん、嫌いじゃないわ。お牛座、お墓参りに行くなら先に知らせてほしかったわ。ミニスカートにハイヒールで来ちゃったじゃない。双子座、最近は何でもかんでもリモートなのよね。お墓参りのリモートはいいけれど、デートまでリモートは微妙よね。ガニ座、春のお彼岸に食べるのは甘いぼた餅。でももっと好きなのはあなたとの甘いキッス。獅子座、春分の日とかお彼岸とか関係ないの。あなたは私の彼氏なんだから毎日会いに来なくちゃダメよ。乙女座、春分の日は西洋占星術では一年の始まりの日なのよ。私たちももっと刺激的でアグレッシブな関係を始めてみない？天秤座、春分の日はお仕事だけれど夜はあなたのお部屋に行くわね。そのまま帰らないかもしれないから覚悟しておいてね。サソリ座、お墓参りに行くからデートは無理って言ったわよね。じゃあさっきお部屋から出てきた女性はどなた？いて座、イタリアンで春分の日はディナーを楽しみましょう。
濃厚なチーズに甘いドルチェ、とろっとろな時間、その後も続けちゃう。ヤギ座、お彼岸なんて私たちには関係ないわ。春分の日はあなたのベッドで朝寝坊をさせて。水亀座、薄着でお墓参りしてたら体が冷えてきちゃった。あなたのあったかい体で抱きしめて。魚座、お彼岸の季節ってすごく眠いのはなぜ。誰か目が覚めるようなキッスで私を起こしてくれないかしら。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬務漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今回の占い執筆ご担当は小悪魔系占い師スマイル丸山さんでした。ありがとうございました。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しておりますあなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しところ薬務庵、琉球食系、名古屋のセラピストゆずき、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくで柳原バーナー演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します FEC チューン堂。水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。失敗がない人生なんて面白くないですね。歴史がないようなもんです。日本の実業家本田宗一郎の名言です。失敗するのって怖いですよね。できれば順風満帆な人生を送りたい。でも順風満帆って、その向こう側に嵐のような海を乗り越えてきたからこそ今が順風満帆だと感じられるのではないでしょうか。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。気がつけば引き返せないところまで。あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた。この思い届けたくて、あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなた。